もう無理かなーいやーさっきからファンタジースプリングスホテルの予約枠なんとかこう挑戦しようと思ってるけどちょうどいい時間が出てこないんだよな毎、まあ、回これ難しくなったよな制度新しくなってこの待ち時間があるせいでこの予約開始時刻こうちょうどにこう待ち時間が鳴るように調節してアクセスするむずすぎるでしょこれ でも今回こそホテルの予約取れないとマジでファンタジースプリングするおっちに行けない可能性あるからな何とかして新しいホテル泊まって新しいエリア行きてえよなさすがにマジ予約頑張ろうよしうわっ1時間以上待ちだよ急に待ち時間延びるんだよなこの時間になってさっきまですぐだったじゃんもうええー、どんどん時間延びてるしうわー そしたらもうだって予約始まってからもうどんぐらい今の時点でも30分以上待つのか結構望み薄だなってなってくるとホテルの部屋絶対埋まってるでしょ予約できないじゃん、えー、待つしかないかこっから先は祈るしかないなまた祈り時間だよんえな何これえ 空き時間に東京ディズニーリゾートに関するテストを受けることができますテストの正解率によってアクセスの待ち時間を短縮できます挑戦しますかえな何これえ俺、俺どっか押した偽人これえっ何東京ディズニーリゾートえマジのサイトだ公式サイトだえー、えこれマジえこれみんなえ全員に出てんのこれマジで今回から え、テストの正当率で待ち時間短縮できるのワンチャン予約できるようになるってこと巻き返し絶対挑戦するでしょ挑戦しますかはい。各問題の答えを入力してください。回答のチャンスは各問題1回ずつです。で、スタートしたら始まるのかえ、むっちゃ怖い。え、むっちゃ怖い。むっちゃ怖い。え、でもマジえ、結構自信あるよ。それだったら。しかも東京ディズニーリゾートでしょ映画の問題は多分ないってことでしょあっ つマジか行くしかないなこのままだったらたぶん予約できないもんなうわ頑張れ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 よしカンニングはなしか一応なしだよなたぶんな分かんねもんなカンニングしないで行くしかないかよしでもまあたぶん行けるよしじゃあスタートしたら離れるでしょうホテルのためによし頑張ろうスタートあ問題出たよしよしリク君が ハッピーエントリー入園券を持って朝5時に開園待ちしましたんえん,ん何目的でしょう何目的でしょうえ、どういう意味え、リク…え、ん,んそう、アーリーで5時開園待ち何目的でしょうってどういう意味え、そういう問題え、トリビアとかなんか…え、え… え、トリビアとかそういうのじゃなくて BGS とかかと思ってたんだけど何この文章問題え答えあるこれ答えあんのんえ答えあんの何目的でしょうって何これ答えれんのこんなの正解ないじゃんえでも答えるしかないか答えるしかないよな 5時でしょでえあ,あでも待ってただしりくくんは元年パス持ちとするどういう意味え元年パス持ちとするむっちゃディオタってことむっちゃディオタが早朝からアーリーで入ろうとしてるだけでしょ何目的ですって何その家庭条件が全然ヒントじゃねえじゃん何これえ でも答え出すしかないか一応え五5時でしょ地蔵じゃない地蔵まあ鑑賞目的かな一応これでいくかパレードの鑑賞目的これでちょっとじゃあ送ってみるか回答正解は「イマジニアリング・ザ・マジック」のグッズ目的でしただけじゃないだろう だけじゃないだろ別にそんなことないだろうそんなことねえよ別にマストじゃねえよ絶対じゃねえよえー、そういう問題 ?6 つ時期によるって実写グッズえー、そういう問題ちょっと待って次の問題こ次の問題次の問題うん,海さんは パレード開始時刻の3時間前に鑑賞場所を探してますうん3時間前に鑑賞場所何目的でしょう何目的でしょうって何ずっとやめろよ何目的でしょうってないだろうテストでそんな問題テストって言ってたよな最初テストじゃないじゃんシチュエーション想像クイズじゃんこれえあでもこれもただし一応あんのかただし カノンユーザーザとする何この家庭条件さっきから何なんだよだからキャノンユーザーだからキャノン,ャノン持った人が3時間前に場所探してるだけだろうって何目的でしょうってえでもこれもさっきみたいな感じってことでしょ多分何かしらの何かあるんだろうまあ3時間前のキャノンだからまあキャノンのイメージでいくと まあミッキーみたいとかそういうことか多分多分そういう決めつけだろうどうせじゃあケ、OK えーミッキーの、えー、鑑賞位置を探してるこれで回答してみるか回答正解はパレーードスタート位置の鑑賞位置置の確保でしたそれだけじゃないだろってそれだけじゃないだろ別に開始位置じゃねえこともあるよ俺あったよ前に3時間前に探してて ミニーちゃんの場所探そうとしたこと。俺が違ったよ。え主観すぎるって、この問題。泣きそうなんだけど、むずすぎて。えこんな無理じゃん、正当率上げて。ホテルの予約なんかすんの。ざけんなよ。荒れるだろ、これ、X。後で絶対見てやるからな、X で。荒れ具合。あと3問あんのか。え 頑張ってみるかじゃああもうとりあえず、はい次の問題京子さんは時速3キロで、うん、東京駅中央線から京葉線まで乗り換え中ですえうん乗り換えの距離は 600m とするとえ算数どう思いますか,どう,ますかどう思いますかって何なんだどう思いますかって途中算数の問題なんかなと思ったわミーハージでいけるタイプの問題も出してくれんのかなって思ったわ かどう思いますかって何目的ですか何目的ですかで、ね、どう思いますかってもうそれ国語のテストでもないぞそんな聞き方えー、3キロで歩いてで 600m 移動してるででただし何をただし京子さんはミニオタとする関係ねえって家庭条件が関係ねえんだよずっとミニオタが東京駅歩いてるだけだろ今んとこえー でどう思いますかってなんだよどう思いますかもう1個しかないだろじゃあもう遠いなって思いますこれで送信、はい、正解は、うん、動くほどを使った方がいいでしたでしたってやめろさっきから腹立つな切れすぎかさすがに文字に対して切れすぎかこれはでも確かにそうか さっきからチラチラ持ってたけど問題文から考えると結構答えン食ってんな時速3キロは遅いだろ D オタが東京駅の乗り換えじゃ絶対動くほど使わないで歩いてたなミニオタが混んでたんかでも確かにな3キロは遅いわ使ってねえことちゃんと考えたらわかるなおいなるほどね そういうので解いていったらいいってことねオッケーなんとなく道見えてきたぞわンちゃんいけるぞこれ次の問題よしユミコちゃんはうん同じ場所を何回も何回も周遊していますうんどういうことですかどういうことですかどういうことですかただしユミコちゃんはミキオタとする謎々じゃんよもうもう謎々だってやってることをえ <laughs> ミッキオタがぐる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 回ってるんでしょえ、待ってよ。1問目、2問目、3問目の感じ的に、ミキオタがぐるぐる回ってる。え、これラッキー問題じゃねそういうことでしょうミキオタがぐるぐる回ってるってことは、ミッキーのグリーティングを楽しんでいる。きた正解は、弟子くん目的のミートミッキー。でした。 でしたってえ罰これえ弟子くん目的の認めまで言わなきゃいけなかったのこれえいやいやいやそれは無理だって何回も何回も回ってるってそういうことか4分の1ガチャか めっちゃやりがいあるな、この問題。やりがいしかねえな、えほほほうほうほう、わかってきたよ。オリエンタルランドさん。オリエンタルランドさんは、俺をその気にさせるのがうまいね。<laughs> 次が最終問題。オッケー、最終問題。答えちゃうよ。としおくんは、X、旧ツイッターしかやっていません。いいですか なんだいいですかって。知らないよ、いよいよ。いよいよ知らないよ。なに ?X。ただし、としおくんは、ミート歓迎とする。ミート歓迎とする好きにしたらいいよ。あれだろツイッターのなんか、プロフィールとかそういうとこに、みとみ、なんかみとみじゃねえわ、ミート歓迎みたいな、その書いてるやつだろ、ハッシュタグで。D オタ全員と繋がりたいと思ってるのがひかの夢みたいな、あの長ったらしいやつ。 あ、やねえよ、あれ全員。あの、ハッシュタグ使ってる D ヨタが X しかやってなくてインスタも始めようかなっていう個人的な相談でしょ好きにしたらいいよ、じゃあもう。好きにしたらいいと思いますで、ね、もういいよ、回答え言ってみ。正解は。まあ、個人の好きにすればいい。でした。あ当たった。